醜いアヒルの子、探してみてね。ピヨ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 。おはよう、私の可愛い子供たち。あら、一番大きな卵の子が生まれてないわ。ピヨピヨ。まあ、なんて色の子供なんでしょう。どうして黄色くないの。なんでそんなに大きいの。他の子は可愛いのに、どうしてあなたは醜いのでしょう。待って、お母さん、置いていかないで。どうして僕はみんなと同じじゃないんだろう。僕の居場所なんてどこにもないんだ。このまま一人で静かに暮らしていこう。あれは何だろう。それは白鳥のように、いつか美しく輝く個性になるのでした。おしまい。